よし、録画スタート。はいはい。別に大したことはないんですけれど、突然始まりましたデジタルワッキーズライブ。今日はこちら、ペプシモンブラン、あ、逆か、こっちか。ペプシモンブラン、これの発売日でした。ってことで、お散歩がてらコンビニ行って買ってきました。ソラノさんが煽ってる。ペプシモンブラン試したいけど手にする勇気のない方必見ということで、もううちの TL 上にも何人かが飲んだ人がいますが、まずくて飲めないと、もう捨てるという人もいましたけども、開けてみますよ。いきますよ。開封、ピシュッ。まずは匂いが、あっ、栗の匂い、栗の匂いがする。いただきます。ん、え、全然いけますよ。全然いけますよ。これ、うまいっすよ。うまい、うまい。うまい。え、福岡は売ってないですか？全国一斉発売じゃないのかな？むせたのは、まずいからじゃなくて。変なところに入っちゃっただけで。読むの忘れた。モンブラン。マロンの優しい香りが漂う、爽やかな刺激のコーラ。デザート感覚でお楽しみください。ということです。うん、でも美味しい美味しい。結構、前回なんだっけ、前回は小豆も後味がすごい、小豆が残ったけど、モンブラン結構、あ、でもこれ甘いな、かなり甘いっすね。ちなみに、うちの近所の、あ、こんにちは、いらっしゃいませ、SPE ラボさん。ファミリーマートで買ってきました。ファミリーマート。美味しいっすよ。でも、コーラではないね。コーラかと言われたらコーラではないし、例えて言うなら何味かというと、栗味。いや、本当に栗の味するっていうか、栗の、なんだろう、栗のチョコレート。あ、前回はバオバブか。前回はバオバブで、その前がさっき、バオバブっていうのが意味わかんなかったけど、インディン君、30人超えて、ソラノちゃんがツイートしてるから増えてるんですよ。モンブラン、だからあれだよね、ケーキのモンブランですよね。栗の味だからね。うん。でもこれ冷たいうちに一気に飲まないと、甘くってきついかも。お、
いいところに目をつけましたね。エンタープライズですよ。ピカード館長、ですね、これは後で話そうかな。うちはですね、USS ワッキーズという別のユーストのチャンネルがありまして、そこで不定期ですが、スタートレナイトというスタートレックの、おしゃべりチャンネルをやってますよ。そこではテカード館長をもじった、テカードじゃない、ピカード館長をもじったテカード館長としてお話をしております。そちらもぜひご覧くださいませ。まあ、ペプシの話なんですけど、ソラノさんはどうでしたっけ？モンブランの感想は結構いけるっていう話でしたっけ？上司さんは全然なんかいけるみたいな感じでありありと言って打ち合わせに行ってしまったと。ソラノさん曰く栗の甘露煮をいただいてる感じ、もししかも渋皮ついたやつ。渋皮、そんなでも渋い味はしないでしょ。あ、SP ラボさんありがとうございます。USS ワッキーズ、ぜひ、録画もいっぱい残ってますんで。でも甘いね。これ甘いね。もともとモンブラン、ケーキのモンブランだから、味が甘いんですよ。だから、なんだろう、チョコと一緒にとか、そういう感じではない。なんだろう。あ、ヒューさん、モンブランということは西洋栗の味、西洋栗の味っていうよりもね、ケーキだね。モンブランのケーキ、まんま栗じゃなくて、だから栗のあれあれあれ、なんだっけ、まあ甘露煮だね。ソラノさんの言う通りな感じで、甘く煮た栗。買ってまだ飲んでないって人。うん。マロングラッセの炭酸でお酒抜き。分かりづらい。そう、だから甘い。すごい甘い。うん、でも悪くないんじゃないでしょうか。でもね、この変わり種のペプシの中で好きだったのはキューカンバーが好きでしたね。キュウリ、冷やしキュウリ味。うん、でもこれ普通に最後まで美味しくいただけます。大丈夫です。ってことで、なんか質問ありますか？一度話題を封印したソラノさんが再びやっぱり、だからみんなの感想が気になるんじゃないですかね。なんかもうツイッターの風物詩みたいなもんですよね、このペプシの特別な味っていうのはね。ソラノさんも毎回発売日に買ってますよね。キューカンバーっていつ出たんだっけ。結構前でしたよね。キューカンバーが美味しかったですね。あれ2回買ったもんな。小豆の時も2回買いましたね。今回これはもう買わないかもしれない。美味しいけど、あ、なんだろう、やっぱ甘いからな。これ単体で飲むにはちょっと甘すぎますね。なんかしょっぱいものが欲しくなる。ポテチとかと一緒にこれだったら結構いけちゃうんじゃないかな。あとはなんだろう、辛い料理とか甘いものには合わない。辛いとかエスニック系の料理にはひょっとしたらいけるかな。でも甘いな、ご飯に合わないな。なんだろうこれ。だからこれ単体で
多分これ単体でデザートとして飲むようなそんなイメージじゃないですかね。って書いてあるじゃん、デザート感覚でお楽しみくださいって。だそういうことですよ。もうコンセプトがそこなんですよ、きっと。ね、デザート感覚でお楽しみくださいと。見えるかな、ここに書いてある。見える。デザート感覚でお楽しみください。ね、そういうことですよ。これ単体で、モンブランも食べた気になって、コーラも飲んだ気になると。こんな感じですかね。ということで、マロングラスじゃない、ということで、ペプシーモンブラン開封の儀試飲タイムでした。ありがとうございます。長寿と繁栄を。